じゃあまあ前回は仙台からジュビロに行く話を、はい、年末に、そう、ね、もう本当に年末のクリスマスぐらいに発表になって、まあ、そこから家探しして岩田に行って引っ越しました。年内ですか？ピリピリ感、良かった。サッカー人生、
あれできない、体験できないあれ多分。そういう気持ちです。俺はでもその時は絶対勝たなきゃって思ってた。勝ったと思って、勘中しかすると思う。あんだけ経験してきてさ、その入れ替え戦に勝てばくってさ、その当時、すごいこと経験してるなと思って、めっちゃ古巣だし、サッカー人生結構一大イベントっていうかさ、一大出来事とか、試合出ててさ、活躍できないんですよ。ネガティブな声ばっかり俺の性格的にサポーターの人からどう思われてるんだろうとかさ気にしちゃうから、ぶっちゃけ俺は2年契約で行ったの。次の年が契約更改行ったの。それから野球選手とかとかさ、その話し合いしててさ、自分の評価、今年の評価と来年どういう構想で行くかとか、でそこに俺どう入るのかとか、そういうサッカーの話してありがとうございましたって言ってて、スポーツの記者が一人どうだったんですか、サインしましたかって。いや、お金もそっとしてないんで、サインとかしないので、とりあえず話聞いて帰ってきました。ありがとうございます。次の新聞に、あったよ、金額に安く行かず保留みたいな。そうだろう。これが J1 の時でしょ。しかも、その時にあんまり全然試合で活躍できてなくて、はい、サポーターの人が、なんで、あの活躍で、その金額に納得できないで保留してんだよ、みたいな。来るじゃん。来ますね。そうじゃないんだよみたいな。そんな反論もできないしさ。まあ確かに。その当時はさ、Twitter、インスタとか YouTube とかそういうのがあんまり全然盛んじゃない時代だったから、はい、そこまで俺のダメージはさ、今と考えたら全然低いって。今それがあったら、その当時に Twitter とかやってたんですよ。やばいよな。YouTube やらないですね。やらない、マジやらない。Twitter とかもさ、コメント制限とかしちゃう。俺は気にするタイプだったから、そういう。コメントで俺はさ、企画に納得できなかったんでって言ったらそれは書いてもらっていいけどさ、その今の契約交渉を終えて、はいはい、まあ2年目まで準備を挑まってます。2年前柳下か、今の金沢か、その時も最初はベンチとか入ってたけど、アンダーセネラ各国代表の俺と同い年のイグノって選手が入ってた。すごい選手なんだけど、そいつがすごすぎて、バスバスですごい機会さ、行っちゃって、それこそ楽しかった、見てて、こんなすごい選手がいるんだって思うように、前田さんもそうだし、僕らは同い年だったから、ブルーとか一緒に旅行ったりしたし、マンションもさ、その村上と上田と一緒だからさ、何かあることに一緒に出会ったりしてさ、錦織圭とも出会ったのが、中学時代だから、試合に行くのに練習行くのが楽しかったんですよ。ああ、いいっすね。そう、だって、ランナーさんとかでやってた時は、前走ってればパス出てくるから。楽しくしょうがないし、あとは自分が決める決めないかみたいな。で、アドバイスもめっちゃしてくれるし、前田さんとかもさ、練習中めっちゃ怖いな。わーみたいな。わかんないでしょ。想像できないでしょ。ほんわかした感じが。ご飯とかさ、連れてってもらうとさ、めっちゃ優しいしさ。めっちゃ楽しかった。めっちゃ怒られたけど、そのベテランの人にさ。サッカーも楽しかったし、プライベートもいいですし。中学生とか小学校のさ、中山さんに憧れてスパイク履いてた少年がさ、プロになって中山さんとツートップ組んで、ジャッキーさんがトップ下にいるって。最高でしょ。いいじゃん。楽しくないわけないじゃん。普通に、なんか、復習とかでありそうじゃん。いや、そう。今でもやってたら、メンバー表のさ、七海ひろし、中山まさし、万田ひろきとかある。はい、あるよ、そこと、写真撮ってある。その頃ももっとさ、社交的になってればなって。まだ違うんです。その時だって J1 のジュビロってやっぱサポーターの人の距離が大きいっていう。イメージ、俺の勝手なのだから、差し入れとかさ、ありがたいじゃん。心の中だったら、チョルジーとか思ってるけど、あれだっす。何でカッコつけてるの言いたいよ、それも言いたいよ。お前、中山さんと練習できてるけど、最低だからな。最低限の対応しかできなかったから。もう一回その時だけは戻りたい。2年目はそれなりにサブとかで出て、いや1年目より出てないけど、あ、そうなんですか。もう最初の何試合かサブで出たりして、はい、7試合かな、7試合しか出てないんですよ。ベンチには入ったりもしたけど、まあ出れなくて、ジュビロも契約あるかないか分かんないし、試合出たっていうような気持ちが強かったから、その時1年目出れたってのもあるから、なんかやっぱもっともっと試合出なきゃって感じだったから、そこら辺でなんか代理人とかとさ話してどうすんだみたいな、ジュビロが契約あるかも分かんない、自分のところ手応えはないし、とか試合も出たいっていうのを伝えて、大体さ、サッカー選手ってそういう
早い人はもう9月とかから動き出すからね。試合出れてなくて実績を考えるとき早めに動いてどっか探してバスみたいなのを使えて動く。大体ちょっと11月ぐらいのシーズン終わるぐらいに移動しましょう。大体準備がどうですかね、というものわかるんだけど、チームを出してもらっていいですかみたいな。いいチームがいっぱい来れば出場機会も欲しいし、ジュビラのね、思い出あったわ、プライベートの思い出。七海さんが主催するボーリング大会、ここでもボーリングなんだけど、七海さんめっちゃボーリング好きで、俺の一個だったら、岡翔君とか、大井健太郎君とか、そこら辺の世代を集めて、七海博主催ボーリング大会ですね。参加めっちゃ盛り上がった。七海さんね、ボーリングはあんな感じなの、サッカーと一緒に、技巧派だろ。あ、そうなんですね。すげえスペアとか狙ってうまいのに、俺らさ、もうストライク狙いとかもパワーパワー、はい、やっぱ田波さんと同じチームになるとさすがにプレッシャー感じる。これなんだっけみたいな。怖優しいけど、その別に気づかないけど集中力が高まる。俺はでも楽しかったな。そんな頻繁にやった？めっちゃ頻繁にやった。月1人ぐらい。あ、なのに桜井さんと仲いいミスチルの対談とかもしてる。そのおかげで2008からエビバンクって感動したね。そっからミスチルばかりをずーっとミスチルバンクでチーム探して、その一つオファーが来たんですから、ぜひ別々なオファーが来る。当時松本幸子さんがいて、ユン・ジョンファン、ユンさんが監督になりますみたいな年で、選ぶ余裕ないと思って、しかも結構熱烈で、濃い音、ファンライン、ツートップは絶対考えてるから、それで得点取ってください。今年のもう目玉、補強ポイントとか、2人で頑張ってたって、試合も出たかったし、そんだけ言ってくれるし、ユンさんが監督になるって言われたんだけど、なんか日本のスキルには相当しないかな、コーチとして、で、松本幸子さんが監督っていう名前だけど、まあ、基本、ユンさんが監督みたいな。